はい、皆さんこんにちは、オールブルーです。今回はですね、プレイステーション4でオーリムパッケージ、今これ出てますね、プレイステーション4で、ドラゴンクエスト10のオーリムワンパッケージの買い方、まあ、Wii U を僕今までやってたんですけども、移行の仕方をちょっと、今回は動画に収めていきたいなと。やり方わかんないね、小さい子とかね、主婦の方とか、ちょっと移行の仕方がわかんないよって方がいましたら、まあ、これを参考にしていただければなと思います。で、僕もね、今から初めてやるので、ちょっとね、まあ、編集で余分なところはカットしつつ、皆さんに分かりやすく解説していきたいなとは思っておりますので、まあ、これを参考にしていただければと思います。小売価格が4500円だったんですけど、一応プレイステーションコンビニで、プレイステーションストアカードっていうのがコンビニで販売されております。まずそちらを買ってきてですね、ここの、このプレイステーション4の中に5000円分入れて、それで、オーリンアパッケージを買っていこうと今回思っています。で、なので今手元に5000円のカードがありますので、まずはチャージからしていきましょう。そうしましたらですね、プレイステーション、ストアをまず開きます。はい、開きまして、今手元に、カードがあるんですけれども、これを、チャージしていきます。で、このコード番号の入力ってとこがあるので、これを押します。で、こちらに、購入したコード番号を、入力していきます。今入力しちゃいますね。では入力していきます。はい、今入力いたしました。まあ、これが俺が買った番号なんですけどね。まあ、俺、これ入力しても、もう使っちゃってるから、あれだから移しちゃうけど。はい、これ、12桁。このまま、プレイステーション4のこのカード、コンビニで買うカードにはハイフンがついてるんですけど、わかりやすくハイフンがついてるんですけど、このまま入力してください。ね、12桁連続で。はい、これを確定をします。はい。で、これで次へ押すと、5000円チャージしますかって出てくるんで、これで5000円チャージしていきます。これで、ウォレットが5000円チャージされたわけですね。で、買い物を続けるで戻りましょう。で、プレイステーションゲームから調べてみれば、今オールワンパッケージが トップに出てきてますので、オールワンパッケージを押します。はい、ドラゴンクエストオールワンパッケージ、はい、こんな感じですね。これを、カートに入れましょう、ね、カートに入れるとあるので、はい、カートに入れます。あれ、俺足んねえな、足んねえな。俺足んねえ。20、え、何円足んねえんだ俺。俺足んねえわ。5184円で、俺がウォレットの残高が5171円。足んない、嘘でしょ、嘘でしょ。ちょっと待って、足んねえんだけど。いくら足んねえこれ。何円足んねえんだ。最悪や。10円ぐらい足んねえ。13円足んねえ。13円でゲームが買えないオールブルーです。嘘でしょ、ちょっと買ってこなきゃいけねえじゃん。ざけんじゃねえ。ざけんじゃねえぞ、これ。ざけんじゃねえぞ、お前。10円た、13円足んねえじゃねえか、バカ野郎。雨は降ってるし、お前。ふざけんじゃねえわ、だけど。プレイステーションストアカードさ、しかも、もうイラッとすることに、3000円、5000円、1万円しか売ってなくて、3000円買ってきました。はい。ね、13円足んないだけ、13円足んないだけにね、3000円買わされてる。うまくできてるぜ、本当に。でも、今回のこのドラゴンクエスト、利用券、購入の際はですね、このプレイステーションカード、ストアカードで支払いができるようなので、まあ、まあ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 、まあ、いいんじゃないでしょうか、ね、多く持ってても。しかしながらですね、この、20日間、ツークソです。無料期間20日間だけ、無料でインできるそうなので、これね、バージョン買った人は20日間だけ無料になるそうなので、まあ20日間は無料でやって、その後、課金ねしていこうかなと俺は思っていますと。はい、これでいいかな。はい、これで OK。 たく無駄な金だぜ、本当に無駄な金払っちゃったぞ、本当によ。1000円用意しとけよ、お前。1000円よ。はい、これで購入が可能になりましたので、お騒がせいたしました。お騒がせいたしたな。で、じゃあ、これで、セールキャンペーンの、いや。はい。これでゲームから、オーリワンパッケージ、買っていきましょう。はい。
ドラゴンクエスト10オールインワンパッケージカートに購入済みやぞ。はい、これで5184円ということで買っていきましょう。購入する、これで購入が完了いたしました。なのでここから、全てダウンロード、僕の場合はね、ソフトじゃなくてダウンロード版をね、めんどくさいのドラゴンクエストはずっとやるので、ダウンロード版を買いましたので、全てダウンロードいたします。はーい、何かドラゴンクエストの10のテーマが入ってるけど、早い、優先、さすが優先だぜ。ドラゴンクエストテーマ、あ、X のテーマって何、テーマってなんで、これは、早期購入特典で、9月のいくつだったっけな、ちょっと見てみますね。それまでに買うとですね、ドラゴンクエストの壁紙がついてくるそうです。壁紙っていうのはこのプレイステーション4の、メインっていうかね、こうトップにね、ドラゴンクエストのテーマが設定できるみたいなテーマがついてくるようで、それが、ついてきましたね。このドラゴンクエスト10のテーマっていうのは序曲とかじゃないです。テーマっていうのはこの PS4 の、まあ、壁紙みたいなもんですね、が手に入るっていうことですね。はい、でその壁紙が手に入る期間があるそうで、事前ダウンロードが可能となり、発売日の午前0時から、2017年の9月18日月曜、23時59分までにプレイステーションストアにてご購入いただくと、このテーマが手に入るそうです。はい、なので、まあ、欲しい方はね、早めに購入した方がいいんじゃないかなっていうところですね。うん、まあ時間がかかるので、まあ完了するまで待っていきましょう。じゃあ待ちましょう。はい、ということで、購入が完了、インストールが完了いたしまして、ドラゴンクエスト10できるようになりました。で、購入した壁紙はこういうものですね。はい、こういう感じでドラゴンクエストの壁紙にできるということでございます。はい、で、やり方はですね、ここの、設定からいきまして、ここに、テーマっていうものがありますので、これで決めてください。そうするとこういうね、かわいいテーマに、ドラゴンクエスト10のテーマになるそうなのでね。はい、というわけで、ではドラゴンクエスト10やっていきましょう。ここからね、撮影禁止区域に入ります。大切なところだけ、抜粋して皆さんにお送りしたいと思いますので、じゃあここから10に入っていきましょう。はい、というわけで、やってまいりました。ドラゴンクエスト10をプレイするためのお手続きということで、すでにスクエアエニックスのアカウントをお持ちの方、これですね。はい、まあこれで、ゲーム画面に入るとこういうのが出てきますので、同意してもらって、同意があるので同意したらこういうものが出てきますので、まあ、スクエアエニックスのアカウントをお持ちの方で、これで、リンクさせていきましょう。では入力して、OK、ログインボタンを押しますね。はい、というわけで、撮影禁止区域が、終了いたしました。で、まあやり方としては、さっきの、ログインボタンを入力すると、あなたのお使いのキャラクターはこれですねみたいな感じで出てきて、 OK ですかみたいな OK を押すと、こういう風に、元の場所に戻ってこれる感じになっておりますので、はい、これでやっていきましょう。はい、冒険をする。はい、ね、これでもう早速インが可能となると。早いですね。これでもう同期完了です。かなり簡単ですね。はいはい、こんな感じです。おぉ、ぬるぬる動くぜ。すげえ。いや、パソコンバージョンと同じ感じでぬるぬる動くね。素晴らしい。画質もかなり向上して綺麗になってますね。動き方がぬるぬるしてる。どうだろう、このぬるぬる感。わかんねえかな、動画だと。動画だとわかんないかもしれない。すげえ綺麗。お、ドラキーが早速。まあ、フレンド申請なので、多分、視聴者さんからのフレンド申請でしょうね。はい、じゃ手紙受け取っていきましょう。学園長から来てるわ。アスファルト学園。おい、なっていっ。というわけで簡単でございましたね。で、20日間はこのまま、無料期間が、あるそうなので、このままログインできる。簡単でしたね。動機も買い方もかなり簡単です。ただプレイステーションカードを、5181円か3円か4円かその辺分買ってきて、インストールをして、ね、出てくるあの ID とかを入力すればもう同期が
完了ということでございます。はい、かなり簡単でしたね。そして、ドラゴンクエスト、やるにあたって何か分からないことがあれば冒険者の広場にすべて、書いてありますので、そちらを参考にしていただければと思います。はい、すべて書いてあります。あの冒険のドラゴンクエスト、冒険者の広場っていうのを検索していただければ、そこにすべて、記載がプレイステーション4の移行の仕方、注意点などすべて載っていますので、そちらの、見ていただければ簡単に、できると思います。はい、なので、まあ、購入は簡単でしたね。はい、ということで、いいですね、プレイステーション4バージョン。早速、お花をね、ここまあ実況しようかな。でもなんか音も若干違う気がすんな。音もなんか若干違う。素晴らしい、素晴らしすぎるぜ。プレイステーション4バージョン。この草の感じとかもうちょいリアルにすればいいのにね。この草の感じ、この感じこの感じ、草がもうちょいリアルにすればいいのにな。プレイステーション4になったらいや、これでね、できることも増えるそうでね。Wii がなくなったらもっと容量のでかい何かができるようになるんじゃないかって言われてますからね。うん、楽しみですな。何やる？レベル上げでもいくか。じゃあグレン城下町一回飛んでみましょうか。サーバー21で、いや、ちょっと01行こうかな。うん、今はちょっと01行かせてもらいますけどね。これでちょっとグレンに行って他のユーザーの動きとかもちょっと見てみたい。どんな感じなのか。おお、あ、でもやっぱ若干重さはあるよね、画面の動きに。ちょっと重さはあるけど、他の人たちもちょっとぬるぬる動いてるね、しっかり。うん、他の人たちもすごいクリアにぬるぬる動いてる感があります。ちょっと動画じゃちょっと伝わりづらいかもしれませんが、うん。でね、Wii U と違ってやっぱ右下右上のあのコマンドが小さくなってますよね。うん、右上の白茶とかが小さくなってますね。うん、でもかなり、映る人の数も結構、うん、映りますしね。なかなかいいんじゃないでしょうか。うん、かなりいいんじゃない。プレイステーション4バージョンかなり綺麗です。はいはい、というわけで奇跡綺麗な、場所をオフィーヌ海底ね、やってまいりましたが、やっぱ、うわ、すごい綺麗、めちゃくちゃ綺麗だね。うん、めちゃくちゃ綺麗。わかんないかな、なんか。でもね、同じスペックやから多分わかんねえだろうな、この綺麗さ、ね。俺やってる本人としてはめちゃくちゃ綺麗なんですけど、うん、めちゃくちゃ綺麗なんですけど、ちょっと戦闘もしてみましょうか。戦闘もしたいけど、俺サポート仲間はいないんだよな、今。玉袋しかいねえんだよな。玉袋しかおらんのやな。じゃ、タコと戦っていいか。あ、あいつでいいや。こいつ戦っていきましょう。よいしょ。わあ、めちゃくちゃなんか、やっぱちゃうな。おお、やっぱ戦闘もやっぱ、あれが違う。動きが違う。ちょっと分かりづらいかもしれん。ちょっと分かりづらいかもしれんけど、うん、かなり違う。全然違うわ。やってる本人はびっくりするほど違う。全然スペックが違うわ。おお、なんか数字の出方もとかも全然違うしね。トロフィー初めての一撃、あ、こういうのも出るんだね初めての一撃でトロフィーもろた。はい、素晴らしい。やっぱ綺麗クリアっていうのが俺やってる本人はかなりわかるんですが、ちょっとスペック変えてみよっか。ちょっと今スペックいじってみますね。待ってね、ちょっと今皆さんにもクリアになるかどうかわからん。もしかしたら編集できなくなるって言ってちょっと飛んじゃうかもしれない。ダメでしたっていう次の動画になるかもしれないけど、ちょっと今クリアになるかどうかちょっと変えてみます、スペックを。はい、というわけで、無理でしたね。ちょっとね、スペックの兼ね合いとか、ね、いろいろであって、ちょっとやっぱり無理でした。
720p まで画質解像度を落とさないと僕の実況はできないみたいでね、本当はみんな1080でね、みんなに 1080p でみんなにお送りしたいんだけど、ちょっと無理でした。申し訳ございません。すいませんです、本当に申し訳ございません。というわけで、サブキャラのオルージュちゃんです。はい、というわけで、今回の動画はここまで。参考になったか分かりませんけれども、かなり皆さん違うので、うん、とても感動しております。ちょっとオールブルーのメインに行きますね。でですね、購入特典がプレゼントをね、このプレイステーション4バージョンに変えるとですね、購入特典がもらえます。その購入特典がこちら、はい、開発チームから届きましたね。まずカジノコインチケット銀、マジでいらないという、すいません運営さん、マジでいらないです。そして、元気玉10個、これはまあレベル上げに使えるので嬉しいですね。で、福引券30個、30個かいっていうね。で、こちらが元気玉1個、これはですね、プレイステーションプラスに加入してるともらえるものですね。で、オンライン、ドラゴンクエストオンラインはプレイステーションプラスに加入しなくてもオンラインできるそうなので、特にオンラインに加入しなくてもできるそうです、オンラインプレイは。でも、プレイステーションプラスに入ってると、毎月元気玉がその分1個だけ送られてくるというわけわかんないシステムになっておりますので、うん。ただね、月額課金してプレイステーションプラスまで加入したらわけのわからないことになっちゃうからね、無料でできるそうです、それはね。プレイステーションプラスに加入しなくてもできるそうです。プレイステーションプラスっていうのは、他のオンラインゲーム、例えば、戦争やるゲームとかは、みんなプレイステーションプラス、マイクラとかね、に加入してない、プレイステーションプラスに加入してないとマイクラとかできないんだよね、オンラインで。だけど、ドラゴンクエストに限っては、購入権が、利用権があるから、無料でできますよっていう設定らしいです。はい。というわけで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。高評価、グッドボタン、グッドボタンと高評価一緒やないか。高評価とグッドボタンよろしくお願いいたします。そして、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ためになったかな、今回の動画。よくわからんけれども。はい。というわけで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。